はい、どうも、翔平 TV です。さあ、やってまいりました。前回出しました、翔平ズ対ディッカーズさんの後半戦をお送りいたします。さあ、2点ビハインドの2回、先頭の村山さんが出塁できるかというところですが、さあ、どうでしょうか。ピッチャーは、トルネード左腕の本間さんです。先ほど翔平 TV は、流してホームランを打っております。さあ、素晴らしいボールでね、カウントを整えております。さあ、追い込まれた村山さん、さあどんなバッティングをするのでしょうか。はい、これ外角のボールを追っつけて打って、一塁ゴロでアウトとなります。それでワンアウト。ナオピーもすげえウキウキしてますね。そしてピッチャーの坂口くんです。さあ打ってほしい、はい、素晴らしいまっすぐ、ストライク。さあどうだ、これね、低めボールですね。ワンワンとなりまして、さあ打つか、坂口素手だ。はい、これね、これね、追い込まれたところでまさかの手が出ず、変化球ね、決まって三振となりました。さあ、お次のバッターは石川くんです。今回はスタジアム DJ お休みということで、また次回お楽しみに。さあ、本間くん、ナイスボール。さあ、まっすぐインコースに投げました、素晴らしい。さあ、石川くん打てるか、遠投122メートル、まさかのね、デッドボールですね。はい、2アウトから出塁してね、ランナー1塁となります。そしてヤバい兄弟、弟の朝日です、バッターは。さあ、どんなバッティングをするか、20歳の朝日、30の翔平 TV、31の塚さん、34か35の田島さん、さあ年齢層は幅広いです。さあ、これね、変化球外れまして、ボールしっかり見ている朝日くんです。はい、これね、手が出ない感じの、これね、朝日の気持ちがすごいわかる、めちゃめちゃわかる。さあどうだ、これね、はい来た、これね、はい、ピッチャーゴロになって、ピッチャー本間くんがさばいてアウトになりまして、無得点でございました。そして翔平ズピッチャー交代、ピッチャーは田中くんです、田中楽。さあ、いつもね、先発してもらってるんですけど、今回はまさかのリリーフなんですけど、いきなり先頭打者に打たれちゃったっていうね、いきなり変わってすぐにまさかの、はい、ラッキーゾーンに入ってね、はい、打たれてしまいました。高めなんで、やっぱね、田中楽君は高めのボール結構多いんでね、そこをね、修正すればいいと思います。低めにね、意識ですよ。さあ、お次のバッターです。はい、お次のバッターは立て直して三振を取ります。素晴らしい、ナイスボール。そして先頭に戻って、ピッチャー田中君、バッターはナオピー。さあ、前回やってますからね。はい、これナオピー雄たけび、しかしこれはショートフライになります。はい、ショート田中取ってアウト。そしてお次のバッターは、走れ大井チャンネル2打席目です。先ほどはバントをしておりました。はい、変化球を外してしまい、フォアボールとなります。そしてバッター、グラードン真淵、さあどんなバッティングをするのか。まあ、満振りをしてね、あれこれはまさか、これはまさか、やってしまった、確信打です。これはもう奥底にね、飛びまして、130m レベルのね、打球で軽く真ん中っすね、甘いね、甘い、はい、軽く運んでしまいましたね、これは。はい、これはツーランホームランということで、はい、やりましたね、これはね。今回3点献上ですよ。そして先ほどホームラン打ったケンさんが、まさかのね、また打っちゃうっていう、作新学院出身のケンさん、またラッキーゾーンですよ。はい、田中楽、これで
4失点ですかね。まさかの2打席連続、2者連続はやばいっすね、ちょっとね。さあ田中楽頑張って抑えるんだ。さあこれでサードゴロ、朝日が取って、これがね、はい、アウトになりまして、なんとかチェンジとなります。そして追いつきたい翔平です。監督の一振りで流れ呼び込みたい。さあさっきのホームランでね、勢いつけたいですよ。もうガチすぎて、もう必死すぎてユニフォームも乱れております。さあ本間対翔平 TV、 はい、力みすぎてね、変化球の低め振っちゃうっていうね、こう悪い意識ですよ。さあ後ろでナオピがピッチングをしています。はい、これねインコースストレート怖いですね。やっぱね、こう迫ってくるんで、クロスファイヤーってやっぱね、右バッター打ちづらいですよ。そしてお次のバッティング見てほしいですね。さあどうですか。はい、これまさか、はいはい、これ何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 これ、これまさかね、やばいよね。今の癖のあるバッティングでまさかのフェアとなりまして、さあ翔平ツーベース、円通です、円通。何すかのバッティングは、何すか、こうビビりながらウィーってなりながら、しっかり振り切らずに、ほら腰引いてチョンって打って、まあレフト線なんですけど、ボールも切れずにそのままギリギリ落ちて、馬淵さん取れずに円通というね、これね素晴らしい。そして後続が倒れまして試合が進んで、ディッカーズはナオピーがピッチングをしております。さあ最後の最後ね、ナオピーピッチングいけねえ、デッドボールやばいやろナオピー。さあこれでもね、もう本当にこのムードメーカーナオピーがね、場を盛り上げています。そして翔平にもね、ゴリゴリのインハイデッドボール級を投げておりました。これね、乱闘か乱闘かだったんですけど、乱闘はしません、後でしっかり怒っておきます。まあそんな感じですね。まあ、ナオピーから、まあ、3点取りました翔平図、はい、非常に楽しい、はい、もうこれなかなかね、これ終わりますよ、これもう終わりますよ。はい、途中抜けてますが、結果は9対6で惨敗しました。ディッカーズさん本当にありがとうございました。またぜひともよろしくお願いします。翔平図のみんなお疲れ様でした。またみんなで野球やろうぜ、紅白戦でも対外試合でも、ぜひとも参加お待ちしてます。新規メンバーもお待ちしてます。ありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう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 。こちらね、浜沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なんだ。いやもうそれだって伝統の玉沢さんですからね。そう、伝統の玉沢さんなんで、でこれを使った理由とかもらった理由っていうのは、あのまあ前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。でこちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかね、使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そうロンティ120あの飛ばす翔平が使ってたグローブです守備じゃない、守備じゃない、ちょっと違うか、背面はね綺麗なんですよ、背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚すってこちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます、前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、はい、内野手を、で11月がこちら、なので皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと。
頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。君と対話